今年の猛暑の影響は海水浴場にも及んでいます。下田市では台風6号の影響で一部遊泳禁止となっているビーチも。台風7号も発生し、今後の動向にも注意が必要です。伊豆最大のビーチ、下田市の白浜大浜海水浴場。先週ビーチを見てみると、下田市の白浜海岸です。今年の海水浴場は例年に比べて人が少ないように見受けられます。昨日も来てたんですけど、昨日はもう全然人いなかったですね。今年少なくない？なんかもっとでもいつもぎゅうぎゅう詰めな気がしますね。今年は連日続く猛暑の影響で海水浴客が減っているというのです。暑さでお客さんがやっぱり海に来たくないっていうか、海も暑いということで出控えしてるのかなと。海岸の前にある駐車場も特に先月は利用者が少なかったといいます。前半少ない、これからねちょっと変化から今日あたりからちょっと混んでるけど、でもお客はやっぱり減ってます。下田市によりますと、先月の海水浴客は去年に比べておよそ3割減少したということです。今日再びビーチを訪れると、今日は波が高く一部では遊泳禁止となっています。台風6号の影響で打ち寄せる波も高くなり、ビーチ全面で遊泳注意に。一部エリアでは遊泳禁止となっていました。気象台によりますと、今後台風6号は明日にかけ九州南部に接近する見込みで、県内でも高波となり、晴れていても海水浴や釣りをする際は十分に警戒するよう呼びかけています。また今日午前には小笠原諸島付近の熱帯低気圧が台風7号に変わり、今後の動向にも注意が必要です。今年の暑さや台風はビーチにとってもかなりの痛手となりそうです。